まあ、今度出張があるんで、その時にそういえばこれを持ってったらいいよなと思いまして、そのモニターから外そうと思った時にいきなりカチャンって外れたんですよ。これなんだろうと思って見たらですよ、割れてたんですよね。これでも削りたくないな、上も薄いのにな、これやばいね、直らないかもしれない、僕の技術では直せないね多分。どうもこんにちは、大野です。先日購入したクンティスのノート専用タイプのクリップ式のやつですよね、のモニターライトを購入して、まあ、レビューもさせていただいて、これいいんじゃないのって思ってたんですよね。で、私 BenQ の、 モニターライトですね、そちらの方も買っておりましたので、もうメインはこの BenQ の、モニターライトをずっと使っていて、こちらの方は別のモニターに挟んでそのままにしてたんですよ。で、まあ、今度出張があるんで、その時にそういえばこれを持ってったらいいよなと思いまして、そのモニターから外そうと思った時にいきなりカチャンって外れたんですよ。クリップ挟みっぱなしにしてたんですけど、まあ、そっから初めて外して、でなんかカチャンと勝手に外れたんで、あれなんだろうと思って見たらですよ、割れてたんですよね。私全然持ち出しとか全然ほとんど使ってなかったんで、まあ、クリップ挟みっぱなしでこうやってたんですけど、ここが外れちゃってですね。でその原因はここが割れてることなんですよ。実はこのバネまで外れちゃった状況だったんですよね、その当時は。私アマゾンで購入したので、アマゾンの返品期限を見るとちょうど1ヶ月で返品期限が切れたとこやったんですよ。なので、あ、もうどうしようと思って、でまあそんなに高い買い物ではなかったんで、まあいいかって思ったんですけども、まあちょっとこれライトとしての性能はすごく良かったので、なんとかこのクリップ部分だけ自分で直してやろうかなと思って、でこれちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、ここちょっと白くなってるじゃないですか。実は瞬間接着剤でもうダメだって、絶対無理だって分かってながらですね、この愛用してます、このピンポインターゼリー状っていうやつですね、これむっちゃおすすめの瞬間接着剤なんですよ。普通瞬間接着剤ってすぐこの先っぽが硬くなってダメになるじゃないですか。でもこれってこういつまでもですね、こうここの先っぽが硬くならずにずっと使えるっていう、すごい優秀な瞬間接着剤で、まあ、これずっと愛用してるんですけども、これを使って、まあ、ダメ元1日間ですね、ここ接着して、まあ、これでこうやって挟んで圧着してて、で1日経った後に、まあ、ここを取り付けたわけですよね。そしたら、まあ、案の定一気にバカンとまたここが割れちゃいまして、まあこれは無理だと、単なる接着だと無理だと思いましたので、まあ、なんとかここの部位を直したいなと。でまあもうここごっそりなんかこう似たような形状の、まあ、なんか金具かなんか見つけてきて、ここにはめればいいかなと思ったんですけど、ちょっと面倒くさかったんで、なんとかまあここの部分をまあ溶かして溶接して、でもそれでも多分強度が足りないんで、なんかここにまあ細い金属の芯をこう補強として入れて、そこで溶かしてくっつけてみたいなことでちょっと修復できないかやっていきたいと思います。ちょっと直らないかもしれないですけど、まあちょっとハンダかなんかで溶かしてちょっとここを直して使えるようになれば御の字だなと思って、ちょっとやってみたいと思います。ということで、いってらっしゃい。じゃあまず細い金具思いつかなかったんで、まあホッチキスの針でもちょっと使ってみようと思います。これだったらね、細くていけそうじゃないですか。こちらの方を曲げて、ここに、溶かして埋め込んでちょっと慣らして使うみたいな計画でいきたいと思います。果たしてうまくいきますでしょうか。じゃあまずこれ、ここを外さないといけないですね。ここを外していきましょう。よし、取れそうですね。
うわ、最悪、ネジが落ちちゃった。はい、ここですね、これここの部分、ここにホッチキスの芯を曲げてちょっとつけたいなみたいな計画でいきましょう。便球のモニターライトを一番明るくしました。あ、見えやすいですね。だからこれをうまく曲げればいいんだけど、こういうことだよね。こういうこういう、あ、いいんじゃない、これでこれでいいんじゃないもんね。ちょっと見えないかもしれないけど、ちっちゃいから、これで埋め込んで、まあ、適当に溶かして慣らして表面をちょっとスリスリしたぐらいで治るんじゃね。ね、でもここが結局さっきのここの部分、プラスチックとプラスチックが擦り合わさって、ここがスムーズにこうならないとこう角度が変えれないはずだから、あんまりガザガザ直しちゃうとこの角度が変えれなかったりするんじゃないかな。めんどくさいな。本当はここになんか金具、同じサイズの金具ボコンとつけたいよね。だけど絶対めんどくさいし、これこんな細かいやつどうやって埋め込もうか。あ、分かった。だからちょっとでも金属が埋まって接合できたらいいから、そんな長くはいらないから、これで埋め込んで、ある程度埋め込んだところでニッパーでバツンと切ればいいのか。うん、だってこれ持つとこないと、埋め込む時にハンダでこれうまくいくんかな。ほんとちょっと不安になってきた。まあでももうこれ壊れてるからしょうがないよね。だからこう、うわー、この細かい作業嫌いやな。これでうわー嫌やなこれ。あ、でもこれホッチキスの芯って柔らかいからむっちゃ扱いやすいよね。これ針金だとまずやりできないね俺。これいいんじゃね、ホッチキスの線っていうチョイスいいんじゃない。これホッチキスの針っていう、まさにこういうことだよね。で他のとこ溶かさないようにしないといけないよな。これをちょっとロックしたいな。だってこれでハンダで作業するときにこれ動いたらまずいよね。マスキングテープでロックしとこう。マスキングテープで固定しといて、よし、これでいいやろ。これでこうだよね。よし、じゃあ行きます。もう結局こうなんだよな。これで埋め込んでいってくれ。なんかめっちゃ煙出てる。他を溶かさないように。ガザガザになっちゃった。はい、じゃあちょっと外してみよう。くっつきはしたけどガザガザになっちゃった。うん、あとはニッパーで。サビサビだなこれ。パチンと、これでほら簡単に切れたけど、ね、いいんだけど、やばいなこれ。これだとまずいんで、ルーターで慣らしていきましょうか。じゃあ、オッケーか。オッケーですね。はい、ということでなんとかホッチキスの芯を埋め込んでくっつけてはみたものの、これでどうなるかですよね。ちょっと削らんとダメっぽいですね。これでも削りたくないな。
上も薄いのにな、これやばいね、直らないかもしんない、僕の技術では直せないね多分。削ろう一回。あー嫌だな削るの。うわーこれむっちゃ薄くなるな、嫌だな、最悪だな。クンティスさん、ここさ絶対さ壊れないように作らないと、ここに引っ掛けないとダメ、先に引っ掛けないとダメなんか、ここで。あー左手がむっちゃ握力がいる、言ってくれお願い、はまって、はめろ、はまれはまれはまれ、よし行った気がする、行った気がする、よし、パカンってなってない、パカンってなってない、治った、よーし治った、やったぜって、こういうことがしたかったんですよ。っていうかクンティス、ここダメ、樹脂こんな薄い樹脂で割れちゃうよこれ。こっちもちょっと、まあこっちはまだひび入ってないけど、こっちも時間の問題だよね。これあのクンティスさん、これちょっと多分これやばいよね。でもここ割れてるよね。でもホッチキスのおかげでなんとかつながってる。うん、あーとりあえず治った、とりあえずこれで使っていこう壊れるまで。クンティスさんここダメよ絶対。これ同じような人いるんじゃない、だって僕何にもしてないんだけど壊れてたもんね。1ヶ月近く、あの前回動画を作ってからとある、ディスプレイに挟んだままにしとったんですよ。で外した瞬間バキーンってなって、ここが割れてバネがビヨンって外れてっていう状況になったんですけど、いやそんな1ヶ月しか経ってないのにここが割れてるっていうね、最悪でした。はい、でもとりあえずなんとか治ったんだけど、もう見た目はもうちょっとガザガザしてるけど、まあ表面ちょっとルーターでツルツルにして、一応これスムーズにで、あの開け閉めできるようになりました。はい、あーすごい手汗かきまくり。はい、あーよかった治った。これ治らなかったら面白くない動画だなと思ったんだけど、一応まとめとして、ちょっとまとめとかもしたくないけどな、うん、まとめとかいらないと思うけども、ちょっとネタ的にじゃあまとめとして、クンティスの26センチタイプのノート専用クリップ式のモニターライト、ここのクリップの開け閉めするここの起点となるところが樹脂でできているんで、ここがむっちゃ脆いみたいです。で私何にもしてないんですよ、このままパコンってあるモニターにこうはめてただけなんです。で1ヶ月間はめっぱなしにして、で今度出張があるんで、じゃあ使おうかなと思ってパコッと外したらパキーンってバネが伸びたなと思ったんですよ。それで見たらここが割れてたっていうね。あのもし同じような経験されててこの動画見つけられた方は、あのぜひコメントください。むちゃくちゃムカつきますねこれ。あのこれ安くていいんだけど、多分 LED とかの性能はいいんですよ、コスパ最高なんだけど、あの手抜いたらいけないところは抜いたらダメよこれ。うん、絶対ダメだって。せっかくいいものなのに、肝心のこのクリップ式って歌ってるそのクリップがすぐ壊れる仕組みになってるっていうのはね、これもし意図的ならこれ最悪です。はい、ここきちっと、まあ、金具に変えてくださいね、ここ。まあ、金じゃなくてもいいんだけど、こんな簡単にほっとったら壊れるようなとか、これ樹脂だから年月経ったら劣化しますからね。そしたら絶対みんな壊れるよね、これ壊れると思います。はい、なので現時点の仕様ではもしかしたらこれおすすめしたらまずいかもしれない。はい、
たった1ヶ月しか経ってないのに樹脂が割れてました。はい、一応ちょっと正直なレビューをしたいと思いますので、このチャンネルでは別にどっかのメーカーの型を持つとか私一切ありませんので、ありのままお伝えしてます。はい、ここのクリップのこの軸になる部分が、起点となる部分がすごく割れやすいというか、ここが樹脂でできていること自体が問題で、この樹脂自身もそんなに強くないんじゃないですかね。わかんないですけど、ぜひこれ買おうとされている方、もしくはすでに買っててっていう方、ぜひ気をつけてください。ここぶっ壊れます。はい、なので私はホッチキスの芯をハンダで埋め込んで、でなでなでして、でルーターでガザガザしたところを、ここの接触点ですよね、ちょうど樹脂と樹脂の間のところがツルツルしてないとこれこうはならないので、そこだけルーターで削って鳴らして、で直しました。はい、はあ、なので現時点でこの製品はおすすめしません。40何センチのバーとかああいうのにしてください。これ持ち運び式のこれはちょっとおすすめしません。ここが壊れてもいいよっていう方のみ、買われた方がよろしいかと思います。これこういう風に直さなくて、ここになんかこうクリップみたいなのがあれば、こう挟んでこっちで挟むみたいな、100均でないのかな。もうなんか直さずにクリップトゥークリップみたいなやつで、こうちゃんとしたクリップでなんか代用して使う方がいいのかもしれないですね、この製品は。わかんないですけど、とりあえず直しました。ここを強化してくださいね、クンティスさん。はい、他大丈夫かな。まあとりあえず直りましたということで、同じ製品を購入検討、もしくは購入されている方、ぜひお気をつけください。ということで、それではまた。